学校の勉強は大丈夫なんだ。ちょっと心配だけど、遅れた分の勉強は頑張って追いつくようにするよ。それともおじさんが勉強を教えてくれる？あいにくだが、俺も勉強は苦手な方だな。社会勉強だったらいくらでも教えてやるぞ。それ本当に役に立つのかな。カムロ町って綺麗な女の人がいっぱいいるんだね。まあね。おじさんも綺麗な女の人が好き？綺麗かどうかなんて関係ねえよ。俺は人間を型に当てはめて色眼鏡で見たりはしない。どういうこと？男も女も肝心なのは中身だ。お前も付き合う相手を選ぶときは見た目で判断しない方がいい。覚えとこ。はるかは普段何してますか？ひまわりの子たちと鬼ごっこしたり、一緒にテレビ見たりだよ。俺たちの頃と変わらねえな。でも何だよ。